主人様。ご主人様、何をぼーっとしておいでです？かいがいしくも愛らしいサーヴァントがおそばにあるというのに、ぼんやり桜など見上げて何をお考え事です？ん？ミコーンと来ました。さてはご主人様、幽霊本体がいつ来るかとお悩みですね。ダメですよ、いつかの日はいつかの日です。その時までは存分に穏やかに過ごそうと約束したの、お忘れですか？うん、ただでさえ魂のあなた様は風光明媚、物憂な無言の沈黙とか反則です。私思うのです、今となってはそう、エリザベートもアルテラもそんなご主人様の無言の色気に当てられて、ああも言い寄ってきたのではないかと。え、何です？考えすぎ？気のせい？いいえいいえ、そんなことはございません。それが証拠に今こうしてたたずむあなたを見ているだけで、私辛抱たまらず。え、もう
何を言わせるんですかご主人様ったら。さあさ、立ち止まるのはもうおしまい。一緒に参りましょう。どこへって、もっちお夕飯の食材買い出しです。今日も腕によりをかけて作っちゃいますから。カルナッチさんが教えてくれたんです。この先に美味しいサワラの西京漬けを売っているお店があるって。試食して美味しかったら今宵の献立に加えてしまいましょう。試食は禁止とか言われたら、それはそれ、セラフの救世主を前に何とすると私が警告モードでもって。いえいえ冗談です。もう決して警告モードになどなりません。今晩の献立について基本メニューはもう考えてるんです。豚肉とナスの味噌炒めにかぼちゃの甘煮、ほうれん草はおひたしにせずごま汚しで、お味噌汁は赤だしのなめこ汁、さらに噂の西京焼きを、おお、これはライダーさんのお店で買った大きなお皿に盛りましょうね。そうだ、ご主人様、ちょっと足を伸ばして他の領域に参りましょうか。毎日和食ばかりでは飽き、いいえ、まさか私の愛情たっぷり、まじないたっぷり、パーフェクト料理に飽きるはずはないのですが、たまには、ええ、ローストチキンの一つも焼いておきませんと主婦たる者の苔に関わります。和食に中華にインドだけがレパートリーと勘違いされてしまっては困ります。タマモは世界のタマモちゃんですから。
私そんな風にまっすぐはっきり言われてしまっては、もう今夜の献立予定、予定変更、変更しちゃいます。構いませんとも、すでにある食材は明日に回します。最高のお肉、最高のお芋、最高の玉ねぎ、人参、それに最高の香辛料と最高のお鍋を持って、いざ今夜はカレー、カレーライスに決まり。たっぷり食べて、たっぷり精をつけてくださいましね、旦那様。なんて冗談です。何でもお好きなものをおっしゃってください。良き妻として、良きサーヴァントとして、共に最後を迎える伴侶として、わがままも暴走も極力控えます。さ、旦那様、今晩のお夕飯何がよろしいです？はい、もしかして私、インド式警告モードのお話あなたにしてませんでした？あなたにそう言っていただけるのなら遠慮はしません。しませんから。行き過ぎたら今度は叱ってくださいましね。きっと私立ち止まってみせます。いつまでも、いいえ、最後の時を迎えるその瞬間まで、こうしてあなたと寄り添い過ごすために私、頑張ります。あなた。またしてもか。身代の絶望を知るがゆえに、いくらか組みしやすいかとも思ったが、よもやここまで愚かしくも人間ごときに寄った存在とは。落胆したぞキャスター。警告の美姫、おとぎ話の怪物が聞いて呆れる。束の間の甘美を味わいながら滅びの時を待つがいい。
無価値、無意味の極みたる平穏にせいぜい浸れ。次期クォンタムタイムロックに入る。やれやれ、またも移動しなくては。まあいい、成功するまで何度でも繰り返すだけだ。お前も共に来い。これよりスライドを始める。無意味、無価値ね。黙ってついてこい。お前には別の重要な役目を与えよう。レガリアの完全なる破壊とムーンセル中枢の陥落、我らはいずれ必ず完璧にこれを果たす。無意味だか無価値だか知らないけど、せいぜい幸せな最後を迎えなさいよね、小豚。よろしいですか、旦那様。お眠りになるのでしたら、そろそろお着替えしませんと。寝巻きは何にいたしましょう。もちろん私が選んでも構いませんけれど、それとも何も着ないという選択肢もなくもないのでは、とか思ったり思ったり思わなか思ったり。加わってしまったら、私この玉ももう我慢できるはずもございません。それに私もなんだかちょっと熱くなってきたような。旦那様に合わせるのは妻の務めですよね。いませんし、お城の掃除もベッドメイクも全て私の仕事です。ですから今夜邪魔をしてくる者はおりません。ご主人様、いいえ旦那様、いただきます。ではなくて、ではなくて、その…